ツーザップです。こうやって。せーの。はい、ツーザップです。はい、今日なんですけれど、今日はですね、ミクちゃん。寝技が強いミクさんと、ぜひね、ちょっと寝技、3分、1ラウンド寝技勝負してもらおうかなと思って。はい。でもね、やっぱ、ただじゃできないですよね。ただじゃできない。帰りにあったかいコーヒー買います。安いですね。安いですね。いや、もう、本当にこれみんなが見たがってるんで。お願いします。じゃあ、鶴さんのためじゃなくて、そうです。視聴者の方のため。いや、もう全然、もう俺のためじゃない。もう見てる人、見てる、もう、1200人ぐらい見てるかな。あ、そんなに見てるんですね。そんなに見てます。で、今回多分これやることによって10万人ぐらいが見てくれるんで、はい、俺のためじゃなくて全然、はい、もう皆様のために。これはもうね、本当に僕はみんなを代表して、本当はね、嫌だよ、これだって嫌だよ。じゃあやめましょうか。いやいやいや、お願いします。みんなのためにしない。わかりました。はい、じゃあ皆さんのためにやります。じゃあ30分死にますよ。30分寝技で、これスポーツなんで、本当にエロい気持ちないんで。絶対コメントあれるじゃないですか。大丈夫です、エロい気持ちないんで。いきましょうか。批判のコメント書いてください。待ってまーす。ダメダメ、もう回してまーす。ここから回してるよ。じゃあここから始まる感じ。いきまーす。うん、いいよ。はい。おお、あ、ちょっと怖っ。じゃあ私が用意スタートって言おうか。いくよ、用意スタート。あ、ちょっとこれいいじゃない、いいじゃないですか、寝技だから余裕そうで、いいんじゃない。めっちゃあるすぎづらいわ。おお、引きずり込まれた。いや、恥ずかしくてから言ってることが恥ずかしいわ。あ、もうだ、ごめんなさい。あ、また首を。これ、治るんですね。めっちゃなんか疲れ切って、もう腕に力が入んなかった時に言い訳やめて。いやいや、違う、強いよっていうことで。あ、そういうことね。だから女の子は強いね。女の子は強いというか、ちゃんとやってる子はめっちゃ強いわ。鶴さんよりは強かったですね。強かったですね。いや、余裕だったね。攻め方が分かんないもん、攻め方が。え、言い訳ですか。ちょっとね、なんかちょっともう一回かけてもらっていいですか。いくらですか。コンボ対象です。2本で。はい、安い女つらっ。
題作だよ問題作。もうやめていけなくなっちゃう。いやいや。これ大事だからマジで。大事です。はい、じゃあ。ありがとうございました。いやマジちょっとすげえ硬かったここなんかここ。いや全然普通の女の子です。普通の女の子じゃないです。もう普通の女の子には戻れません。僕がねずっと思ってたミクちゃんとは違いました。強いラウンドガールです。ちょっとね大丈夫ですか。大丈夫ですか。頭の話ですか。違う根気的なやつは。あ大丈夫ですか。まあ大丈夫ですか。守ってほしい男性がもしかしたらこれを見てるかもしれないんで、はいはいはい、連絡待ってます。守ってほしくてでも苦しめられても打てないですよね。そうですね。ですね。あとこれもお金コンポたちに持ってくるんですよ。大事ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくです。OK